2017オートバックススーパー GT 第7戦 GT500 クラスがスタートを切りました。ご覧の通り水しぶき、そして1コーナーにここに川がある。非常にリスキーなこの1コーナー、慎重に立ち上がっていきました。そして後方で3ワイド、早くも3ワイド、スリックがね、1号車がスリックなので、1号車スリック選択、慎重に行きました、はい、au そしてエプソンが前。2017オートバックススーパー GT 第7戦対 GT300 クラス、トップこのリチャード・ライアンの一つ山アウディ、このコンディションだったらもしかしたら昨日の再現、ちぎるような速さを見せるかもしれません。500のスリック組も今全然ダメですね、かわされてますね。ちょっとスリックではどうにもならない。うわ、構図が並んできた、並んできた、NSX そして LC500 ストレート、ストレートのここのストレートは短い、ワコーズインに入る。カルダレッド塚越でした。51号車のジェームス、ドライバー交代を含めたピット作業になります。以上です。多分ミニマムなんでしょうね、これ で、ね、はい、ドライバーそしてタイヤスリック交換。レオンも入りました。こちらはチャンピオンシップをめぐるワンツーです。レオンと初音ミク。レオンがですね、ジャッキダウンが早すぎて右のリアタイヤがまだ装着されてないで一回ジャッキダウンしてしまいまして、ちょっと手間取っております。チャンピオンシップとなると初音ミクとしてはこれはチャンスが来ました、わー、 BRZ 止まっている、捕まった。ここ捕まると出られないという。そうですね。さてこっちが6番手7番手、他のチームがまだピットが終わっていない状況なので事実上今のがトップ争いということになります。それでキーパーがドライバーチェンジを行います。さあカルソニックのピット作業、これで順位がどうなるかかなり注目です。ちょっとジャッキアップのトラブルですね、ちょっとタイヤ交換に手間取ってます。これは厳しい、大幅にここで遅れるかカルソニック。いやー、今のはちょっとカルソニック痛かったですね。キーパーはもう行ってるでしょう。もう行ってますか。ただいま23号車モチュールオテク GTR ピットしたんですが、ミシュランのタイヤエンジニアがですね、タイヤ見て OK マーク、タイヤ無交換、タイヤ交換です。ここで来ました、モチュール GTR タイヤ無交換、ミシュランタイヤ。シリーズで見ますと2位チームのキーパー、3位チームのワコーズが今レースで1位2位ということになります。おっと、わあ、ポールスタートだったこの一つ山アウディ R8、電気系のトラブルということでまだ詳しいことは分かってないんですけど、おそらく電気系だそうです。10番手11番手です。なのでこれモチュール GTR が ARTA をかわすとモチュールポイント獲得になります。サイドバイサイド、まだ粘る小林、小林、松田並んできた、松田並んできた、この後インになっているのは小林です。小林まだ粘るか、松田だ、松田が前に行った。これで松田が10番手浮上です。大きな大きな10番手浮上。おっと、今度は NSX 勢の戦いに今なっています。いった、ここで山本外で、この後煙吐くエプソン松浦、ブレーキングでここで山本に軍配です。うまく揺さぶったというブレーキングがね。カルソニック安田、頭を抱えるヤンマーデンボロ、それはその通り、あと2周なぜ止まる。タイラウンド第7戦、このキーパートムス LC500 トップのまま今フィニッシュを迎えました。これで今シーズン2勝目、そしてこれでポイントリーダー、シーズンのチャンピオンに向けて大きなリードとなりました。そして2番手にワコーズが入っています。さあそして GT の300クラスをご覧いただきます。波乱もなく危なげなくと言っていいでしょう。 GT300 クラス51号車ジェームス PMU LM コルサ RCF GT3 が優勝しました。チャンピオンが見えてきました。キーパートムスです。